佐野元春さんってもっと評価されてよくないですか他にもっと評価されてもいいアーティストいたら教えてくださいあのね評価されてるよさてます佐野さんは気は知らないだけだよそれは、ええ、<laughs> 十分されてるしもっとされてもいいのに割と佐野さん <laughs> 佐野さん自身がたまにおかしなことを言ったりしたりするからっていうところであの人はすごいちゃんとねさんざん素晴らしく評価されてますよ <laughs> 大丈夫心配しなくてもでも佐野元春に浸透しちゃう男の人の心理含めて <laughs>、うん、ちょっと笑っちゃうところはあるよね佐野元春って何だろうなんかで私そこが人間っぽくっていいのよ、うん、なんか長渕剛にこう浸水しちゃってる人たちってさ、うん、なんかそれひっくるめて気持ち悪いじゃん。<laughs> <laughs> 一切返事のしようはないけど、ね、いや気持ち悪かったりも見えるじゃない。私、最初にお付き合いした人が、うん、あの世代的には全然。佐野元春さんを聞いてた。世代より下なんだけど、うん、最初にお付き合いした人が佐野元春さん好きで、うん、なんかずっと。なんかその人の運転する。なんか車の中でなんか？<ー> アンジェリーナとか聞か聞されてだでもそこですごい佐野さんの曲に詳しくなっちゃったんですけどカーステレオで染められるなんか人生経験ってあるよねあ,ありますよなんか前の彼女との思い出の曲ばっかり聞かされてね,ねなんか何だったのかしらねそうだと思う多分私の歴代の彼氏もどん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 歌謡曲が詳しくなっちゃったりとか <laughs> 逆に、ね、そうで別れた後に歌謡曲がすごい嫌いになっちゃうとか <laughs> すごいある,とあるみたいでしょでも評価されるべきだったらもっといろんな人がいる誰誰八代あっ八代さん でも最近ようやくだけどちょっと低すぎる、うん、あとお亡くなりになった青みなさんももっと評価されてもいいはずなんだけど、うん、なんかこうのど元すぎるととみたいなところがあります、ね、さんジャズも歌われてるとか、うん、あと「くまモン」の歌歌ってるね八代さんの,熊本の歌、まあ、あの人もそう自分から変なことしちゃうってうところたまにあるんですけど素晴らしいボーカリストですから本当にそうね。うん ヤシロアキでもそろそろ来るでしょうね。ヤシロアキ再評価ブームみたいな、ね、そうなの。うん、ねあのえっとなんだっけ、ユウキサオリさんもほらなんだっけジャズでね。ジャズでね。したし、まあ、そういうジングルムで来るのかな。